89, 12 da Napoli Centrale a Venezia Santa Lucia. Il treno fermerà a Bologna, a Bunga, Ferrara, Padova, Venezia Mestre, Venezia. ベネチア到着しました。まあほぼほぼ時間通りですね。ちょっと遅れたぐらいですね。じゃあ早速ホステル向かいたいと思います。はい、ベネチアに来たっていう感じがすごいしますね、この風景。はい、この街もね、なんかいい感じなんですけど、階段しかないんでかなりね不親切な設計ですね。ここまで勾配きつくないんで、スロープもつけたらいいのにって思うけどね。はい、ベネチアのサンタルチア駅戻ってきました。ここからね、観光を進めていこうと思うんですけど、早速もうね、なんか見たことあるような感じの風景がね見えますんで、やっぱベネチアはね、どこを通って切ってもこう絵になる感じはしますね。はい、なんかいろんな本とかに出てきそうな景色ですけどね。はい、ジェラート買ってみました。今日もやっぱね、暑いんでね、美味しいです。サンタマルクオーラ教会、開いてません。他の教会もね、そうだったけど開いてないですね。まだ4時だからね、遅くないと思うんですけどね。はい、リアルト橋まで来ました。はい、橋の上はこんな感じですね。両側にお店があります。はい、結局サンマルコ広場まで来てしまいました。
人が多すぎて、これはカメラ撮影がめんどくさいね。はい、今日はここでイカスミパスタを食べようかなと思います。はい、この水上バス、これの1日券を買いました。まあ24時間なんで25ユーロめちゃくちゃ高いんですけど、とりあえず今夜の7時なんで明日の夜の7時までは使えるということで、明日このねムラーノ島とかブラーノ島とかその辺もちょっと行こうと思ってるんで、まあその辺もあるんでね、まあいいかなと思います。はい、2番の水上バス来ましたね。これ乗って行きます。めちゃくちゃね、この乗るところもね海の上なんでめちゃくちゃ揺れてるんですよ。はい、じゃあこれに乗って行きたいと思います。はい、この水上バスね、バフォーレめちゃくちゃいいっすね。やっぱこう運河というかそちら側から見るのが結構メインのパサードだったりする時もあるんで、いろんな景色が見えてよかったですね。明日ちょっと時間あったらね適当にいろんなのまた乗り回ってね見ていきたいなと思います。